岸田総理大臣は北朝鮮が発射したミサイルが日本の EEZ 排他的経済水域内に落下したものとみられると述べました。本日北朝鮮が弾道ミサイルを発射し、北海道の西側の我が国 EEZ 内に着弾したものと思われます。